ウィンドウマネージャー、コンポジット型ウィンドウマネージャー、コンポジット型ウィンドウ、マネージャーは、ウィンドウマネージャーの一種である。ウィンドウマネージャーは、コンピュータディスプレイ上のグラフィカルユーザーインターフェースを、描画、管理するソフトウェアであり、ウィンドウの配置を行い、ボーダーやタイトルバーなどのウィンドウの追加的部品を描画し、ウィンドウ間の相互作用や他のデスクトップ環境要素との相互作用を制御する。 初期のウィンドウマネージャでは個々のプログラムのウィンドウを表示用メモリにレンダリングすることをそのプログラム自身に任せていた。コンポジット型ウィンドウマネージャはアプリケーションにスクリーンとは対応しないバッファをウィンドウメモリとして用意し個々のウィンドウのイメージを合成することでスクリーンのイメージを生成して表示用メモリにその結果を書き込む。コンポジット型ウィンドウマネージャは バッファー化されたウィンドウ群にさらなる処理を施すこともあり、2D よび 3D のアニメーション化したエフェクトとして、ブレンディング、フェーディング、拡大縮小、回転、複製、折り曲げとねじ曲げ、混ぜ合わせ、ぼやけ、アプリケーションのリダイレクト、複数のディスプレイおよび仮想デスクトップ間でのウィンドウの移動などがある。コンピュータグラフィックス技術により陰影をつけるライブプレビュー。 複雑なアニメーションなどの視覚効果がリアルタイムで描画可能となった。技術的にはダブルバッファーリングが行われているため更新の際にフリッカーが発生することはない。主なコンポジット型ウィンドウマネージャーとしては以下のものがある。ウィンドウマネージャーはサイズを変更した時や他のウィンドウに隠されていたものを前に出した時など必要に応じて 再描画させるため、ウィンドウにメッセージを送る。スタック型ウィンドウマネージャーでは、プログラムが遅いとか、応答しないとか、バグだらけといった場合に適当な時間内に、そのメッセージに応答できず、再描画処理が失敗することがある。悪意あるプログラムで、意図的に、ウィンドウの再描画をサボると、システムを不安定にすることも可能である。システムを不安定にするまででなくとも、 例えば、以下のような状態が生じることがある。コンポジット型ウィンドウマネージャーでは、ウィンドウマネージャーが再描画を要求してもウィンドウが再描画しない場合、最後の再描画結果が表示され続け、場合によってはそのウィンドウを変更して表示する。その時、そのウィンドウが応答しないという状態を反映して、タイトルを変更することが多い。プログラムによってはそのウィンドウを動かしたり、 アンマップしたりできないこともあるが、一般に細胞が問題は生じない。コンポジット型ウィンドウシステムの初期の例として、コモドールのアミーガがある。アプリケーションは、まずその時点の表示領域以外のメモリ領域を要求し、それを、ビット。すると、アミーガのウィンドウシステムはハードウェアに備わっている、ブリターを使って一連のビットブリットを行い、表示用メモリ内で、 アプリケーション群のビットマップを合成し、ボタンやスライダーなどを付与する。その間、アプリケーションは自身のビットマップを再描画する必要はない。またしてウィ i n d o マネージャー2001年3月24日、MacOS 10 v10.0 は主要な OS で初めてソフトウェアベースの 3D 合成、視覚効果を実現した q o a t を搭載した。MacOS 10 v10.2 と、 クォーツエクストリームでは合成処理を専用のグラフィックスハードウェアに任せられるようになった。サンマイクロシステムズはスイングツールキット上のレイヤーとして野心的な 3D グラフィックスシステムを開発した。それがプロジェクトルッキンググラスであり2003年のリニックスワールドエキスポで一般に公開された。アップルはサンを知的財産権の侵害で訴えると脅したが、 ルッキンググラスの機能の一部は他のウィンドウマネージャーに実装されている。その開発開始から数年後、企業向けのシステムが事業の主力だったさんはプロジェクトルッキンググラスの開発をやめた。マイクロソフトは2003年の Windows ハードウェアエンジニアリングコンファレンスでプロジェクトロンホーンのデスクトップウィンドウマネージャーを公開した。ロンホーンの開発が遅延したため、マイクロソフトが 3D コンポジット型ウィンドウマネージャーを実際にリリースしたのは2007年1月の Windows Vista リリースの時だった。x ウィンドウシステムではコンポジット型ウィンドウマネージャーを実現するにはいくつか再設計が必要で徐々に対応していった。2004年8月、またして2.84がリリースされた。しかし、 X 向けのコンポジット型ウィンドウマネージャーとして最初に注目されたのは XFWM で2005年1月にリリースされた。2005年1月26日にはコミ m i がリリースされ Linux 上の初の完全アクセラレーションの 3D コンポジット型ウィンドウマネージャーとなった。KDE のクイーンもコンポジット型である。 合成 3D エフェクトにより、ウィンドウには3次元デスクトップの視覚効果が与えられる。最近のコンポジット型ウィンドウマネージャーは、3D ハードウェアアクセラレーションを利用している。コンポジット型ウィンドウマネージャーは、オパングルやダイレクト 3D のような、プログラミングインターフェースを通して、グラフィックスハードウェアとやり取りする。そのような技法を最初に採用したのは、MacOS 10 V10.2 で、 Linux ではルーメナシティのプロトタイプが最初だった。オパングルを使っているウィンドウマネージャーとしてはコンイズ、クイーン、クオーツコンジターがあり、デスクトップウィンドウマネージャーはダークテックス級を使っている。オパングルは完全にハードウェアでサポートされているわけではなく、オパングルベースの合成の性能は今後もハードウェアの進化とともに向上することが見込まれる。 Windows 2000の Window マネージャは合成を行っていたが、ピクセル単位のアルファブレンディングなどの変換は行っていなかった。アルファブレンディングを利用した商用アプリケーションは少なかった。オプション設定を通してだが、いくつかのフリーウェアがいち早くアルファブレンディングの実験を行った。コンポジット型となったのは Windows Vista のデスクトップ Window マネージャーからである。 Windows Vista と Windows 7ではテーマを Windows Classic にすることでデスクトップウィンドウマネージャーを使用停止できる。さらにオーバーレイミキサフィルタによるハードウェアオーバーレイを行うときは Windows 自身が自動的に DWM を使用停止する。Unix 系のシステムで広く使われている x ウィンドウシステムにおいてスタック型ウィンドウマネージャーは X ビデオエクステンションのブルーバック機能を必要とした。合成はコンポジットエクステンションとして導入された。コンポジット型ウィンドウマネージャーは可能ならばこの拡張を通してハードウェアアクセラレーションを利用する。Ubuntu 8 0 4ハーディーヘロンでコンイズのシフトスイッチャーをフリップモードで動作させているところ Linux および Unix で完全。 3D アクセラレーションの合成を行うには、X11 自体がハードウェアアクセラレーションに対応する、要根本的な変更を行う必要があった。まず、XGL などのパングルを利用して、X11 を一部修正した実装が登場。a l u x の登場によって、XGL などを使わなくて済むようになり、標準の X サーバー上で、 3D アクセラレーションの合成を行う、ウィンドウマネージャーが可能となったが、ダイレクトレンダリングも可能である。NVIDIA、INTEL。コン o イズでは、キューブというエフェクトが導入されており、ユーザーは6つの仮想デスクトップを一度に見ることができる。各デスクトップは、立方体の一つの面のテクスチャに変換され、立方体を自由に回転させることができる。コンイズは、 様々な 2D と 3D の視覚効果を表示でき、ハードウェアに要求される性能は比較的低くて済む。コンイズは Ubuntu に含まれており、サポートされているハードウェアやドライバが利用可能ならば自動的に使用できる。ムターはまたしての後継として GNOME のデフォルトのウィンドウマネージャーとなった。GNOME3.0 の GNOME シェルのコンポーネントとなっている。ムターが使っているディスプレイエンジンクラッターは主な OS に移植されており、ネットブックやスマートフォンでも動作する。KDE のウィンドウマネージャーはバージョン4以降クイーンとなっており、コンポジット型である。クイーンはコインズと同等の機能を有している。プロジェクトルッキンググラスは 3D レンダリングが可能なウィンドウマネージャーで、 クロスプラットフォームの Java 言語をベースとしている。開発は停止しているが GNU ゼネラルパブリックライセンスでリリースされた。グラミャラーリナックスのライブ CD ディストリビューションにはオプションのウィンドウマネージャーとしてルッキンググラスが含まれている。開発中止の後、その機能の一部は他のウィンドウマネージャーで採用された。他にもウィンドウのタイリング、両面型のウィンドウフレーム、 背景のパララックススクロールなどのユニークな機能がある。ミカウスとモーホースは 3D 対応ハードウェアでも動作可能だが、アミーガ1200以降の古いアミーガコンピュータでも動作するよう設計されている。そのため、ウィンドウマネージャーはほとんど平面的なレンダリングを行うが、レイヤーの構成、アルファブレンディング、マルチデスクトップなどの機能がある。コンポジット型の手法では、 使いやすさと視覚効果を高めたユーザーインターフェースのための様々な機能を容易に実装できる。トルータイプフォントや 3D アクセラレーション要素などのベクターイメージは画質低下なしに拡大可能である。スクリーンマグニファイアーは画面の一部領域を拡大し、その部分のテキストを読みやすくするもので、眼性疲労を防ぎ、視力の悪い人のためであったり、単に画面が離れて、 他人数で見るときなどに役立つ。ズームエフェクトなども同様の機能を提供する。タスクバージョンでマウスポインターを操作することでサムネイルをポップアップさせて、ウィンドウのプレビューを表示する。これによって、その時点で動作中のプログラム群を識別して管理できる。XGL における基本的なウィンドウを切り替え機能、コニズでのフリップ式切り替え、クインでのカバー式切り替え、 コンイズフュージョンにおけるリング式切り替えに似たような名前やアイコンのウィンドウが複数あると混乱が生じやすく特にそれらのタイトルバーが重なっていると混乱しやすいそのためタスクバー上のそのようなウィンドウの位置を覚えておく必要があるそのようなウィンドウが多数存在するときユーザーはタスクバーのボタンを次々に謳歌して目的のウィンドウを探すことになるウィンドウ切り替え機能は 複数のウィンドウが装飾的な背景に対して目立つように一時的に配置返し素早くプレビューできるようにする。選択後はウィンドウ群の配置が元通りになる。選択はユーザーがホットキーを入力するかマウスポインタを画面上の所定のホットスポットに置くか場合によってはマウスのホイールを回すことで起動する。アイテムのナビゲートはキーボードかマウスで行う。 アイテムの選択は、ホットキーのリリース、エンターキーを謳歌、マウスクリックなどでなされる。MacOS では、ホットキーを謳歌することで、時計、メモ帳、電卓などのウィジェットを表示できる。ウィジェットエンジンはよく使われる、ウィジェットを普段からアクセス可能にしておくことで、作業を効率化する。MacOS 上では、ダッシュボードプログラムがそれらを取り扱う。コニズの ウィジェットレイヤーには最初は何もなく、ユーザーがアプリケーションをクリックすることで追加、可能である。様々なウィジェットがあり、スコーリンレッツ、クデスクリッツ、スパーカーンバなどがある。Windows Vista ではガジェットを、Windows サイドバー、Windows Live のスタートページ、携帯電話などの外部の表示機器に配置できる。サイドバーは、Windows なのではなくなったが、後継として、 Windows デスクトップガジェットが登場した。コンポジット型ウィンドウマネージャーが開発される以前は、ウィンドウは突然現れ、突然消えるもので、デスクトップメタファーとしては不適切である。GUI 要素が突然出現、消滅することは経験の浅いユーザーにとっては混乱の元となる。変化の過程を視覚的に見せることで文脈を提供し、 GUI 要素の因果関係を理解する助けとなる。ウィンドウが突然消える代わりに徐々にフェードアウトしたり小さくなっていってタスクバーに収まるといった視覚効果がある。クリックされたプルダウンメニューはメニューバーから滑らかに伸びてきてその起点と目的を認識しやすくする。メチッセはユーザーインターフェースファサードを実装しており既存のグラフィカルなインターフェースを ダイレクトマニピュレーション技法を使って簡単に設定変更、修正、再結合することができる。ありがとうございます。